猿川は北海道日高振興局管内を流れ太平洋に注ぐ一級河川。猿川水系の本流である。2004年には国土交通省が行っている全国一級河川の水質調査で1位に選ばれている。北海道猿郡日高町北東部の上川郡清水町との境界にある日高山脈役北部の熊宮間に源を発し南西に流れる。 2. 風谷ダムを経由して、日高町は雑府浜と日高町、富川南の境界から太平洋に注ぐ。上流部は切り立った渓谷で、中流は河岸球、下流部は扇状地となっている。中流に最大のアイヌ集落である平鳥古丹がある。源流域の日照峠付近は北海道における霊温帯上部の代表的森林として、 1970年12月4日に、猿川源流原子林の名称で、国の天然記念物に指定されている。猿川の名は、アイヌ語の、サラサーイコールヨシハラあるいは、サルーン、クルに由来。原名を、シシリムカ、シシリムカと呼ばれるが、これは、万潮ごとに集まる砂が多くて、その加工が塞がって高台になっているという意味である。なお、アイヌ語では、北見の、 シャリと混同される恐れがあるので、こちらを、マ、ま、ネ、ね、サラ、シャリの方を、ピンネサラと呼んで区別する。先住民族、アイヌの神浦、カムユからには、英雄神、オキクルミの妹が、歌うようの中に、シシリムカ・アコロコタンという節があり、シシリムカという川の呼び名が、アイヌの神々が、サル川を指して呼ぶ時の呼び名で、また、そこが、 アイヌの神々の故郷であることを示している。中流域には、日高電源一貫開発計画の中心河川として、北電エコエナジーにより、出力3000キロワットのに、風谷ダムが建設され、電力供給と洪水調節が行われている。有志以来、以下の水害記録が残る。括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。